ということで、生徒さんとの歌ってみたを、聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。今回ね、ケンヤさんという、生徒さんにご協力いただいたんですけれども、久々にね、生徒さんのこの作品を、このチャンネルにアップロードすることができて嬉しいです。昔ね、ちょいちょい上げてたんですけど、最近結構バタバタしてて、まあ、こういったがっつりしたものは久々にアップロードしました。ていうかさ、うまない。ね、タイトルにもあるかもしれないですけど、まあ、2年、これ大体こういうれぐらいのことができるようになるまで2年ぐらい、通っていただいた、通っていただいている、今が2年半ぐらいかな、生徒さんになります。2年でこれでしょ？だからあと2年したら俺より上手くなるってことでしょ？いや、本当に素晴らしいです。本当にね、最初は、スクリームできない状態でうちの教室来ていただいて、まあ、基本的には月2回毎月来ていただいてて、で、曖昧まで自主練もしっかりやっていただいてっていう感じ。ちなみにオンラインの、ご受講いただいてる生徒さんになります。で、もうとにかく聞いていただいてわかる通りめちゃくちゃ上手いじゃないですか。だからね、もうご自身に今までボイトレどんな感じで取り組んできたのかなとか、ちょっとね、いろいろ雑談形式にはなりますが、ちょっといろいろお話聞いてきたんで、ちょっとそのシーンをご覧ください。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。お疲れ様でした。生徒さんが僕のチャンネルで話すのは初めてかもしれないです。おお、ありがとうね。初めて。意外と、いや、すみません。ありがとうございます。ちょっとまあせっかくなんで振り返り、そのボイトレ2年から2年半みたいな。イメージだと思うんですけど、ちょっと雑談形式で振り返ればと思うんですけど、最初お越しいただいた時のなんか状況というかって、あ、で最初があんまり それこそあんまり知識はなくて、あ、まあ、そういうことですね。そうですね、そのなんかデスコアとか、うんうん、まあ、メタルコアとかそういうのあんまり聞いてこなくて。そうですよね、シャウトの話で言うとゼロベースでしたもんね最初。そうですね、本当にまあかろうじて本当にホルモンをまあ中学の時とか聞いて、で、わ、すげえなみたいなので。そうですよね、そういうまあ本当一般的なデスボイスはできないけど激しい音楽たまに聞く人みたいな感じでしたよね最初。そうです、本当にライトユーザーみたいな。でそれでじゃあそういう状態で来てもらって、最初これボイトレしてる人みんな別にそうだと思うんですけど、最初むずかったですよね。いや、そうですね、難しかったですね普通に。普通にね、難しかったですよね。なんか伸びを感じたのってどんぐらいですか？1年とか1年半とか。あ、でも1年とかですか。でもなんだかんだその、うん、最初ミドルからこうやっていただいたじゃないですか。そうですね、はい、ミドル系から攻めましたよね。なんか確かまあ8月ぐらいとかにその年の、はい、入って1年目とかのライブがあるっていうので。ありましたね、まあ、なんかすげえ窮地でレベレーションをコールドレインで仕上げていただいたみたいな。ありましたね。なんだかんだこうそこがあったんで、クオリティはさておきライブでこうなんか出せてそれっぽくなるっていうのはまあ8ヶ月ぐらい
かで。そうかそうか。それでなんか一皮むけますよね、やっぱり。そうですね、やっぱライブやるっていう焦りと。そうそう。もうやるしかないっていう状況に自分を追い込むの大事ですよね。で、そこからもう本当にもうミドルだけでしたけど、あの時は。そうね、まあ、ミドルをこうなんか、あ、うん、出せる人になったなみたいな、なんかまあ、確かに確かに。とりあえずこう。焦るみたいな。でした。いやいや、なんだかんだこなしてましたもんね、レベレーション。死ぬほど頑張りました。めっちゃ練習して、そうですよね。どんぐらい自主練してました？自主練。なんか週何回とか。週2くらいはやってたのかなと思います。まあ、いいですね。いいですね。カラオケの3時間をメインにして、うん、はい、行って、その中の一部の時間を当てるのを。そうですね。その3時間のうちで、まあ、シャウトのところ、うん、そうですね。頻度って大事じゃないですか、自主練の多分。ああ、そうですね。はい。そうですよね。なんか、あの、細々触るのが大事ですよね。細々本当に触ってって、こう、体に覚えさせるみたいな、なんか。そうですよね。そうすると、やっぱ、順調に伸びれるって感じですよね。まあ、あとは曲聴いて、こう、なんか、どういう風に、その、レッスンのやつを見て、こう、どういう風に、はい、あ、こんな感じなのかなって自分でも探りつつみたいな、なんか。めっちゃいい。その、日々の研究大事ですよね。そうですね。そこもちょっとやりつつでした。素晴らしいっす。ありがとうございます。今回歌ってみた動画をパッと世に出してたわけですけど、はい、なんかこれからもこういうなんか作品投稿したりとかはやってみたいなとかあります？そうですね。やっぱこう、まあ、シャウトできるようにはこうなったんで、ありましたよ。そこをこうもうなんか磨いてこうやっぱ出していきたいというか、な、自分でそれで歌ってみたの動画もまあ上げたいですし、いいっすね。で、それで昔こうだったけど、なんだかんだできるようになったなみたいなこう思いたいみたいな。確かに。いや、ありがとうございます。こんなとこでいろんなお話聞けてよかったです。ありがとうございます。ということでございました。たくさんこう参考になるようなお話もあったかと思いますので、既存の今来ていただいている生徒さん方であるとか、普通にね、独学でボイトレに励まれている方々、ぜひ励みにして頑張ってみてください。でね、自慢じゃないんですけど、うちの教室実力派揃いなんで、今後もまあちょいちょい歌ってみた、上げてみたりとか、ソロでもね、僕と一緒かわかんないけど上げてみたりとかしたいと思ってるんで、ぜひ今回みたいな動画いいなと思ったら、高評価とあとチャンネル登録をお済みでない方はよろしくお願いします。ありがとうございました。